今日一日で普通保険のルールは下やって上やってやってやけど、はい、別にもう1回分のお金で、はい、めっちゃついてない思考が、はい、ほら、はい、これ全部きれいにしちゃっけん上下、はい、普通1日上だけしかできないですよ、はい、もう上下してやっていいやろみたいな、はい、1日分のお金でやっちゃうけん。ありがとうございます。で初診で歯茎の検査して説明して、はい、お掃除して、はい、俺はちょっと触っただけ。どうもこれ3つです。うん、2000円台、はい、で、あーしてここ見て、噛んでん、ガチン、少しギリってできる、逆逆、こっちこっちこっち、あ、じゃあ下の歯をこっちに動かすとギリかかかんない、逆できんときに、いや、もちこっち下の歯をこっちに動かすと、こっちにビッて、逆逆、さあ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 、噛んで、ほら、パカッて、パズルが合うように合ってんのかね、少し開けて、噛んで、ほら、ガチンってはまるよ、はい、前歯もアイーンってして、アイーン、いや、それ、出てないやろ、下の歯が、もうちょっと前、もうちょっと前、あ、そこでもいいや、もう、あの、パズルが合うように、はい、ここが一番わかりやすいね、ゆっくり開けて、ゆっくり、あ、で、カチン、あー、カチン、これ斜めに噛んどろ今、はい、普通に噛んでないやろ、やけんそうやってギリギリしたときに、そしたらここの別に何もせんでいっちゃうけど、ここのとんがっととこわかる？鋭角のとこが、はい、とんがっととこ、鋭い角、90度の今、これがパチンって割れると、やけ本当は人工的に摩耗しとったらいいと、はい、引っかからない。ただそうするとあのお金がちょっと上がっていくけど、まず歯茎の掃除していきましょうかね。はい、じゃあ歯茎の検査から。はい、あ、そうだ、じゃあこれ聞いとこ、持って、ん、お客さんから歯医者行った方がいいよって言われたけど、はい、この今の歯茎の状態、はい、なんか思考がめちゃめちゃついたろ、歯と歯茎の間が磨けてない、はい、夜に寝てるときに歯槽膿漏、歯石、口臭が増えるという、虫歯が増えるって言われておくけん、はい、夜お風呂入るやろ、はい、シャワー浴槽に浸かる、浸かりなさい、じゃあシャワーあるやろ、はい、シャワーで水でシャーって当てるんや、わかる、はい、だから汚れがバーッと取っていくやろ、今日一回きれいにするけん、はい、だけど習慣化させるんや、はい、頭があって体があってお口もシャワーでシャーッすると、はい、でお湯にするとパワーは少ないけど、水にすると強いけど、水圧がね、はい、水圧の力で汚れを吹っ飛ばしていくと、はい、でも染みる人はいるやろ、はい、って話、OK、はい、こっち向いて、まず手で取る、歯茎の検査やけ、それは歯ぎしりがずっとしてるっていうのはストレス、君ストレス、はい、バーって 何時から何時まで働く、夜の8時から朝5時までです。ああ、そんな働きよ、はい、雇われやろ、給料いくら、いや言えんすよ、ね、金持ち、いや、まあ他の人よりは、ね、ああ、なで、やけど人より不規則な生活じゃない、そうですね、はい、太陽と共に生きてないやん、生きてないですね、いや僕土日祝日正月盆ゴールデンク、はい、朝から夜中まで、ああ、そうですね、だけど僕もまあ不規則やけど、はい、まあ僕人と喋るのが好きなんや、
バーで、はい、お客さん聞いてください、歯医者で給料聞かれましたって。いや、話すね、今日晴れてるねって言ったら、はい、そうですねって終われよ、はい、給料いくらって、いや、言えますよ、ってなんかフレンドリーなら、フレンドリー。はい、やけそんな感じで、話術がちょっとあと、歯医者会の明石家様って言われて、ずっと喋れて、はい、夜になると、バーと一緒よ。夜になると、もっと、ここのね、おかまバーになるけん。何言ってるの、はい、お尻、はい、お尻って、はい、やめてー、ジャニーズ事例じゃない。何の話、ついていける、はい、やべえ帰るって言わんだよ帰れんすよって感じで、そこはシャワーでシャーってすると。でもストレス不規則な生活しとって給料は少し普通の人は高いかもしれんけど、ストレス度何パーセント、仕事は楽しいと。楽しいですよ。おストレス何パー。いや自分で分からんですね。じゃあ違う質問、心理カウンセラー持ってるんですけど、はい、夢見るかなり。ああそれみんな夢は見てるんだけど、脳をリフレッシュさせるために見よっちゃけど、はい、忘れるようになったと、はい、でも覚えてるってことはストレスがかかっとうと心理学的に。だけど君の、じゃあ違う質問、悲しいことはあった、辛いことあった、嫌なことあった。まあそう、あれ結構ありますね。それを僕塾の先生しよったと、はい、サートすると自分で自覚してそれを改善していけば歯ぎしりが楽になるかもしれない。で本当はね、君歯がえらいえぐれ守しとくけん、これ見て、はい、マウス触ってシリコン、はい、上K1 とか見たことある？上だけつける、上も下もつけるの使えなくて、はい、シリコンをマウスピース、ナイトガード、夜守る、これをつけた方がいい、本当はいい。うん、でも、夜、不規則な生活して、家帰って歯磨きよる、お客様に酒進まれる。進まれる、ね。君やけん、体重何キロ ?120 キロあります。その体重を支えるために、ぐーぐーってして、はい、それがストレスになったかもしれんね。あ食べ物の好き、何が好き、カツ丼が好きです。ご飯何食い、いつ食いよんよ、そういう生活、夜の生活の人。大体、まあ、朝は食べずに昼、夜ですかね。そうそう、それをカツ丼ばっか食いよん。いや、それはないですよ。君、結婚されてる？結婚してる、実家に住んでます。結婚してる？してないですね。実家に、はい、で、ご飯誰が用意してくる？お母ちゃん？まあ、そうですね。うん。やけん、要は体重がほら、でかいじゃないですか、柔道の人だけ、はい、強かった、柔道。そういうことですよ。強かったけど、僕がほら、変なチョコが君に向かったって、はーって投げ飛ばされるよ。はい、だけそんな感じで、強かったばってん、体重を支えるために、歩いたり走ったりしないからの、はい、なんか先を用意したり、かがんだりしてたよ。はい、そういう時、ぐーっと噛み込みよると。それの積み重ねが君、ストレスになってる。はいはい、だけ歯は一見綺麗なんだけど、歯が枝を守しとくけん、やっぱりマウスピースは使わんでもいいけど、食いしばりに注意しってアドバイスしとく。はい、それ、意識してるのと してないのでは、歯の持ち方が違う。はい、ぐーって食いしばったら、あれ、あ、そういや、歯医者が食いしばってるって言ったら、ちょっと食いしばらんこうって、意識するだけでも結構違う。OK、はい、こんなこと教えてくれるけん、普通ね。あ、そうなんですね。いやいや、だって歯茎の検査やけん、はい。はい、女の子が、歯茎の検査して、歯茎の数字って決めしねえで終わりや。あ、そうですね。でもせっかく何かの縁で来てくれたけど、はい、まあ近かったけんって言うだけなんだけど、え、予約、出ました、うち。しない。あ、やけん、予約もなしで来た。はい、あ、そう。電話しろや、はい、行くぞ。あうわ、血がいっぱい出てきた。で、君、数ある歯医者から、はい、うちを選んでくれたけ、普通は歯茎の掃除で終わりなんだけど、はい、終わりなんだけど、はい、もういろんな自費の材料を使ってる。スーパージェット、だけシャワーの代わり、はい、水の強い圧力で、プロの水の強い圧力で歯と歯茎に詰まった歯石歯垢を除去した。うち8000円もらってる。それどうもこれ。歯茎の掃除で終わっちゃう。はい、こっち見て。まず、超音波スケーラー。手で掃除してもらった。はい。大丈夫？はい。で、一回うがい新車。はい、どうぞ。コップ、上下してあげるけんね。はい。本当はね、いつも入ってたら片っぽだけで、また今度来てくださいって言われてる。今日で終わらかしちゃう。ありがとうございます。OK？ はい。はい、うがいして。なんで？なんで？おしゃれ。はい、これが一番下がった髪型なんです。言った人。2年前じゃないですかね。あ、そうなんだ。はい。こっち見て。はい。君には野望ある？塾の先生しよった。夢はある？独立？独立で自分のバー開くという。お。で一応一つ言っとっちゃう。期限を決めて、はい、そこに向かってただなりたいんって
努力して邁進する。僕もほら独立して6000万借金くらいだろ、はい、31で独立した、院長室でシャールーム付けてくるけど、おかげさまで最初から波乗ったけ使ってない。君は何歳、今何歳やったっけ。25です。いつ独立したい。30です。いくらかかるそれ。だいたい居抜きやったら500万ぐらい。あ、居抜きで500万もする。はい、居抜きじゃなかったら。居抜きじゃなかったらそのまあ2倍から3倍ぐらい。本当ね。どこでする。なんかする。ああ、まあ自分の中では東京で思ってるんですけどね。東京、歌舞伎、歌舞伎町。いや、池袋とか。ああ、池袋、柄悪いよ。柄悪い。中野に住んでたけ、うん、ヤクザ来る君と反社。いや、全く来ない。あ、そうね。そういう場にはしたくないですね。いやいや、したくないだって向こうは来るやん、勝手に、はい、どうする。俺今から行けよ、俺ちょっとこれ住民税できたんやけど、ちょっと稼げるやろ、はい、なんて言うと防災法、暴力団のタトゥー入れてる人お断り、会員制のみ、そんな感じ。ハトル。いや、それは待ってないですね。じゃあ来たらどうする。どうやって断るぞ。うちは そんなバカ来んねえよ。あ、そうなんですか。いや、深夜どんな人来るか知ってる。知らない。飲食店の経営者でコロナ禍でお客さん減ったろ、はい、保険証持ってない人もいる。僕たち自営業は今給料から折半されてると、やけん額面、提示された給料ともらってる給料違うと思うよ、結構引かれてるな、税金、これから増えるよ、基地だから、ばらまきすぎるね、まあ、政治の話はあんましてないけど、たら、何の話しようや、はい、だけどね、夢持っとる人好きと、はい、こういう経営の話熱くなる、で結局、あの国民保険、持ってない人がいて、な、はい、くしたてんに、夜1時、もう駐車でしょうけん、歯が痛い、もう先生のいい口コミ見たけん。ちょっと来たけど、はい、ちょっと応急処置じゃなくてしっかりやって、相手保険証、いや保険証なくしたってやん、あ、実費ですよっていくらポンポン、ああ、うわーって、まあ日本やけど、遠くから来てくれとっけん、大体遠くから来てるのそういう人ね。あ、そうなんだ。家まで行けんやん、ピンポンピンポン行けんやろ、お金払ってください、行けんよな、遠くから来る。で、すいませんって言って、で、自費だよ、日本やけども、1本でかって遠くから来たけん、ガソリン代高いやろ、で、いくらですか、うん、まあ1本6000円として、自費いくらやろ。いくらですか。2万円よ。2かけ3割6000円。いや、それが手持ちもないので奥さん持ったんや。で入れずに見せてん、不意やのに。わざと君みたいな半数来てん、不意やのに、はい、クソです、クソダメなのに、わざと反射を匂わしと。で、いくらお持ちですか。財務大臣の奥さん、はい、パタパタッって、うん、後から来るって、僕裏切られ続けて独立会議して19年目っていくら払いましょう。100円もうやってやった。1時から3時これ使ってからブラックリストのって二度と見て、わかった、はい、そういうお客さんおる。財布に金払う君のところ、はい、あ、そら、あ、ごめん、時々財布にして、俺見てこれ持ってきたつもり100円しか入ってないっちゅうやつ、ない、そんなやつある。俺そうです。それどうすると君の場合。もう自分はあれですね、あの、あ、なんていうんですか、運転免許証なんですか、 あれコピー取る、ね、コピー取ったって警察動いてくれんの。あ、本当ですか。行ったことある、警察。あるある。何をしてくれる警察。被害届け取るだけやろ、はい、え、いやいや、電話してくれるその人に。出してくれんすね。あ、こちらまでやってきますって言われる。いや、それでどうやって回収した、それを知りたい。あ、それはもうあれです、なんか、その2日、うん、この次の日来ますって言われて、うん、来た。で、来なかったんですよね。今やろ、そうやつ。で、じゃあもう、警察行くって言って、うん、まあ、行くって言ってたんですよね、うん、飛ぶ前に、うん、で、行って、そのなんか3日ぐらいに来たんで。あ、来たね。はい、なんでよかったの。よかった、よかった。警察からかかってきたの。これ、これ、はい、面白い話聞いてくれ、はい、思想の論の歯磨きをあげるって。ないよ、君。200円ぐらい買っちゃうけ、はい、でね、はい、こっち向いて、はい、もう全部終わらかした。インして、はい、上下一気にした。もう2000円台で終わり。はい、綺麗になりました。ジェット、スーパージェット痛くなかった。痛くなかったです。はい、見て、驚きと感動はあなたに。おぉ、おぉ、そんなの言ってくれる。はい。あんな汚かった中に。綺麗になったろ。かなり。で、ベロで舐めてん、ツルツルしたろ。はい。いや、歯を舐めてん、ツルツルしたろ。はい。爽快感出たろ。はい。だけ一回思考とか歯石を一発でうちぶっ飛ばすけん。しかも普通の初心で行ったお治療費2000台半ばで終わらかすけん。はい。このツルツルになったのを保たせるんよ。下回らん、昨日夜中3時までしとったけん。はい。保たせるんよ。やけんシャワー、歯磨きしてシャワー、夜寝る前に体洗って、頭洗って、あそこ洗って、笑うとこで、あそこ洗って、で、歯も洗うの。それがついでやろ、はい、もう2、3秒で終わるね、はーって。はい。ただ、これをずっと保てる。やけん、仕事でお客様に酒飲みって言われたことある。あるそうです。あ、結構ある。歯磨きよる、寝るとき。寝る前は見えるんですよ。あ、そうね。はい、やけん、夜、歯槽膿漏、虫歯、はい、歯垢、
口臭が増えるって言われてるけん、はい、歯磨きもいいけど磨けてないんだから、はい、一回ツルツルしたんだから、あのシャワーでシャーッするのも一怖いし、 OK、はい、今日の僕のこの対応、いい歯医者100、やべえもう二度と来ません、ゼロ、何パーセント、ここいい歯医者100、もうやべえゼロ、何パーセントやった、120、あ、20を大体決した君なんか素直やな、楽しかったわはい、裏返して、まあこんな歯医者もあるけん、はい、まあ利用してて、歯医者怖いって言ったけん、ちょっと少しおどけてみた、うん、オッケー、普通は真面目やけよくそうですよね、わかった、おい、ありがとうございます、あ、いや、受付行き、受付、はい、受付待って、よし、よし、じゃあ、お大事に、おはようございます、よし、待っとって、はい、はい